一番熱いな。あの遠い前から別にいかんでいいから、最初はしっかり腕を早く動かす、早く動かす、いいかな。で、棒みたいにつかない、わかる？この前剣だって棒みたいにつくんじゃなくて、ムチって考える、自分の腕がムチって思うと違うな。ごめんな、ちょっと痛いけど、こうでつくと違うやん。どっちが取りやすい？取りやすいな。で、早いやん。こういった突きをつけるように、一本目しっかり、一本目をしっかりとろかして、いい？で、引き早く、いいかな。はい、はい、始め。そっか、みんなワンツーつくときに構えて、ワンツーでつくな。構えが開いてるから、この間やられるやん、返しとかで。だからと大きくなったら相手にバレてしまうやん。じゃなくて、この構えなんて、この構えのままこっから出せるように。だから上リラックスしとかへんかったら、ガンガンって出すと遅いやん。わかる？わからん？どっち？わかる。リラックスしとかへんかったら、みんなも「つくよ！」って言ってからついてるから、じゃなくて相手にバレたらあかんやん。ゼロのもう力が全く入ってないゼロの状態から一気に100、ここに100に持ってかへんかったら、10、20、30、40、50ってなるんじゃなくて、0から100、最初言ったらジャンプして0の状態から100にダッシュするって。もう月も一緒、0から100に一気に持っていけるように。だからそのためには力抜いとかへんかったら、いいかな。はい、はい、続けて。脇を締めてつくんじゃなくて、リラックスしたらちょっと脇開くやん。こっからちょっと開き気味でいいから、この拳だけまっすぐ、こうやって脇開いてるやん。脇開いてんじゃない、こっからいちいちこうやって締めて、こんなちっちゃいことせんでいいから、脇開いてんじゃない、脇開いて、こっからポンついてみる、ほんが楽やん。